はい、魔法の箱研究所の石丸です。当チャンネルではエフェクターをはじめ楽器機材のレビュー紹介をしています。はい、今日こちらですね、マシューズエフェクトの、リバーブ&ディレイですね、紹介していきたいと思います。パッと見るともうつまみも多いしね、スイッチもあってもうよくわからない感じしますけども、至ってシンプルで、ディレイとリバーブ、リバーブ2種類とディレイが1種類かな、2つ入ってるというだけですね。で、左からこのつまみが、ディレイレベルですね。で、ディレイタイム、リピートみたいな感じで、リバーブの場合はディケイだったりとかね、いろいろ変わっていくんですけども、触っていれば全然わかる印象を受けました。で、おのおのに片方リバーブ、片方ディレイとかね、両方ディレイ、両方リバーブで、リバーブ2種類あるので、1つはね、こう割とエフェクティブな、モジュレーションがかかったようなね、リバーブで、1つは普通のリバーブで、明るい感じのね、リバーブサウンドが得られるようになってます。オンオフですね、これが。で、ここ踏むとチャンネルが切り替わるという仕様です。はい、では早速鳴らしていきたいと思います。ではどうぞ。Thank you.
はい、いかがだったでしょうか。まあ僕も正直使うんだったらもうディレイのモード、ショートとロングを使い分けて鳴らす使い方がいいかなと思います。リバーブはね、まあ好みもあるんですけどね、僕もうちょっとダークな、響きのリバーブが好きなので、まあ、リバーブとして作ればもうディレイとして、使いたいなと思います。で、発信するかなと思って試したら発信はなんかしなさそうですよね。でそのディレイのサウンドもなんかちょっとアナログっぽい感じと言いますかね、少しこう残響音が入れる感じもあって、ディレイは本当に僕は好きな系統のサウンドでした。でですね、この上のスイッチで、まあ、切り替えできるんですよ。上のモードと下のモードがあって、これで切り替えれるんですけども、はい、横から見ていただくと分かるように、この切り替えのスイッチがね、つまみよりもちょっと上でこうオンオフできるように高くなってるんですよ。ですので切り替えした時につまみも、まあ、触りにくい仕様になってましてね、考えられてますよね。まあその場でまあリバーブとディレイこうね、こうスイッチカチカチって切り替えれますので、音色を変えようとできれば、あとディレイでもロングとショートと切り替えた瞬間に、まあ、吉田氏なんですけど、このうにょうにょっていうね、ディレイタイム変わった時の音の変化とかもあるので、まあそれを効果的に使うのも面白いかもしれませんし、まあそれはちょっと嫌だという方は、タイミングよく踏む必要はあると思うんですけども、まあもう見た目がね、こう、なんか普通に使うというよりは、エフェクティブにこう激しく使ってやる方が面白いような気もしますので、ここがもう本当に弾き手のアイディア一つかなと思います。僕はもう普通にね、さっき言ったようにもショートとロングディレイを使い分けてあげるときなんかには使うといいかなと思いました。はい、まあそんな感じで、ディレイリバーブチェックしました。 U ペダルは弾いてて、まあ、楽しくやりますね。はい、まあディレイリバーブ探していらっしゃる方で、まあちょっとこう人とは違うねサウンド鳴らしたいという人にはいいんじゃないでしょうか。はい、まあそんな感じで終わりにと思います。まあ動画ね、参考になってよかったらぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまた。